おはようございます。12月18日6時54分の相場解説になります。いつも通り言っていきますね、下がっていってここで変わり目があってこう上がっていったよと、上がっていった途中で横ばいに入ったんで横ばいをちょっと見てみようかなと思った時にここがねフラッグになってるんじゃないかなというふうに私は見てるんですよ。こっから入っていって、そうですね、こんな感じでフラッグをこうね書いているかなと。もちろんそうじゃないっていう見方もありますからね、これは絶対フラッグだよとかね、そういう風な解釈ではありません。でフラッグだとした時に今度はここから下がっていくのかなと思いますんで、売りで今入っているところなんですが、果たしてね綺麗に売れてくれるでしょうか。これが4時間なんですけども、4時間はあのお話したように大きな山、大きな山で小さな山、小さな山が2つというふうにできていて、収束してブレイクかと思ったらそうではなくて、こっから大きな山を形成するのかなと思ったらそうではなくて、これ N の字かなと思ったらなんか N の字でもなくてって感じで、いろいろ仮説が外れてるんでエントリーのタイミングをなくしてるんですけども、だから大きくね、こういう風にまた下がるんじゃないかなと私考えてるんですよ。どうなのかまだわかりませんよ。そうなってないですからね。ただこうやって次は何だろう、次は何だろうと仮説を立てながら目安にしていくんですね。さあ次なんですけども、大きく上に上がって気持ちよく下がるかと思ったら下がらずに、N の字を書くのかなと思ったらいまいち書かずにこういう風に落ちていきました。ということなんですよね。だからね、ここに、ダブルトップ2点天井とまで言わないんですけども、ちょっとこう抵抗体が見えるかなと思うんですよね、だからますますこれねもう1回ぐらい上アタックするかもしれませんけども、でもまあやっぱり売りに転ずるんではなかろうかと思うんですよね。まあ今の予測はそんなとこですね、他は何とも思い当たらないかなと。まあこういう風に調整してグッとね、こう突き破って上に行くこともなくはないんですけども、まああんまりならないと思いますね。売りで入れば、まあまあ、そんなに大きくは損失出さないかなと思いますので、売りで入ります。本日は以上です。